ちゃダメだよ。君がいてくれてよかった。無理しちゃダメだよ。
ていいカムです。みんなよく頑張ったね。ダメだよ。続けていこう。
行くぞみんな。君がいてくれてよかった。行くぞみんな。みんなよく頑張ったね。無理しちゃダメだよ。じゃんじゃん続け。せよ。行くぞみんな。せよ。
ぞみんな。行くぞみんな。行くぞみんな。無理しちゃダメだよ。君がいてくれてよかった。
みんなよく頑張ったね。そういえばさ、あの子たち、助けてくれたデジモンたちが言ってた。私、安心安頓懐かしい匂いがするんだって。あれってどういう意味だったのかな？ひょっとして、私、どこかであの子たちと会って。ちょっと君、私に鼻を近づけて。何のつもり？どんな匂いか確かめてみた？で、どんな匂いだったわけ？そっか、うん、そっかそっか。あっち、まだ探してなかったよね。やめてよ。今の声聞いた？今度は本当に聞こえたよね。あの声はきっと。あんたら、こいつらは俺らが見つけたんすよ。どうしようと俺らの勝手っすよね。俺なんか間違ってますかね。文句あるんすか？文句ありありだからこんな感じで登場したんだっつーの。むしろ文句しかないっていうか、観念しろ悪党どもみたいな。モキヤかっこいい。おもしれえ。文句があるならどうするんだ？ん？ちょっと。あんたに何ができるんすか？俺らあのザクソンのハッカーなんすよ。切れたら何すっかわかんねえっすよ。口では偉そうなこと言ってても、体は正直ってな。ブルブル震えてんじゃねえか。実はかなり俺好みのお姉さんよ。勘違いしないでよね。私も文句あるけど、実は私以上にこっちが文句あるんだから。そうでしょ。なになに、あんなザコソン相手にノキア様が出るまでもない。よくぞ言った。それでこそ我が弟子ならば、この存分バトルが良いぞよ。ノキア、かっこ悪いかも。なんすかそれ、笑えばいいんすか？つーか、むずいっす。どっちあんた、喧嘩売ってんのか？せよ。す
ごっ、君ってマジ強だったんだ。もはや教えることは何もないぞ、我が弟子よ。ってやってる場合じゃないっての。まずはあの子たちを。なん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 、ユウたち、ノンロック。え、地味犬さん。え、地味犬ってあの地味犬。イエーイ、I am 地味犬。イエーイ。Here we go. Oi, oi, oi. Oi, 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 oi. お前ら、いけてないね、そのざま。どんなやられ方したらそんないけてない感じになる？ Tell me, please. As soon as. すみません、ジミケンさん。ぶっちゃけドストライクなお姉さんに気を取られて。わお、言い訳。全然ロックじゃないね。ロケロー。今のユウたちを例えるならそうだな、リバースシング、酔いどれ天使たちの忘れ物。こっちもゲロっちまいそうになる感じがぴったりだ。伝わる？このフィーリング。伝わったっす。ならよし。で、あんたらかな、悪魔キッズに手を出しちゃったザ・フールは。てか、地味犬がなんで？愚問ですよね、それ。非常に愚問。愚問すぎて逆にロックだわ、逆に。つまり、これがスーパースターであるフール。俺様のワンモーフェイスってことザ・フールか。表はスーパースターでありながら、裏ではハッカーチームザクソンの幹部をしている俺様って。どう？ロックス、悪魔的にロックンロールっす。ですよね。てかあんたらさ、デジモンごときで何目くじら立ててんの？超ウケるんですけど。え、嘘でしょ、冗談でしょ。ひょっとしてあんたらあれ、ペットは大事な家族なんですとか言っちゃうけ。愛で地球を救っちゃいたい感じ。未だにいるんだね、こういうフォークな人種。伝わる？このフィーリング。もうやめて、私の MP とかとっくにゼロなんですけど。っていうか、こんなのにバイト代持ってかれてたとか、やば、死にたくなってきたんですけど。はぁ、ユウ喧嘩売ってんの？売られた喧嘩は買わないとロックじゃないよね。俺様、相手がパンピーでも容赦しないスタイルです。マジロックすぎるっす、地味犬さん。やっちまってくださいよ、地味犬さん。モキア、ものすごく弱ってる。どうしちゃったの？とりあえず応援しよう。ごめん、アグモン、カブモン、私、もうダメ。このドリクラ攻撃にこれ以上耐えられそうにないの。やれ、すげやれ。ダーティーコード響かせな。
しょぼすぎでしょ。ロックじゃないな。デジモンのせいじゃないっつーの。あんたがしょぼいんだっつーの。わお、お花畑発言炸裂したね。あ、言っとくけど俺様まだ本気じゃないから。今の前奏、いやその前のチューニング、まあ次はもうちょい強力なデジモン出すから、ユーガクガクにヘッドバンキングされちゃいなよ。そこまでだ、やめろ。お会いするなんて奇遇です。チームザクソンのリーダーユーゴさん。え、これ以上勝手な真似はさせない。お前のやり方は我々の方針から大きく外れている。はい、チームのリーダーともあろうお人がお仲間かつお幹部である俺様のお邪魔とかしちゃうわけ。パワハラっすか、圧迫系のあれっすか。誇り高きザクソンの規律を乱す者は、規律？そんなもんとっくになくなっちゃってますけど。まあ主に俺様が率先してなくしちゃったわけですが、ロケロール。パンさん、それがリーダーに対する言葉かいな。わざわざ側近のフェイさんまでおいでいただいて、俺様一人のためにすんませんね。もう一度だけ言う、ザクソンの木。嘘嘘嘘嘘嘘嘘嘘ですよ。 It's a rock and joke ですってば。スーパーハッカーユーゴさんに逆らうとか、もう無理無理無理。そんなことしたらリアルに殺されちゃうし、そこに全部冗談冗談だって。本気と書いてマジになるなって。そんじゃ僕そろそろ帰ります。ライブとかあるんで超ギグらなきゃなんで、バイバイ。ところでアンさんら、いつまでそこでぼーっと突っ立っとるんです？はい。どこのチームのもんか分かれしまへんけど、見逃したりまっさかい。はよう陰謀くんがまし。はぁ、おっと、そこなデジモンはバッチがもらえてます。あんたいきなり現れて何言ってんの。ふざけないでよね。やらせるわけないでしょ。はて、アンさん、バッチこれはなんとも。よろしよ、体が熱い。アンジョー楽しませておくれやす。よせ、フェイ、無益な争いだ、帰ろ。やむん、いけずやむん。せっ、アンさんら、またどこぞで会う機会もありましたろ。その不細工な顔忘れまへんえ。ほな、さいなら。助けてくれてありがとう。う、私は何もしてなかったりして、俺ならこの子にありがとう。それにしてもここやばいよ。とりあえず離れよう。戻ればさすがに。あー、アグモン、ガブモン、無事でよかった。い
たちももう一度会いたいなって思って、 そしたらあの怖い人たちに見つかって追いかけられて。危ないところだったよ。あんなのに捕まってたら今頃僕たちは。ねえ、あのさ、私にはまだよくは君たちデジモンって確かハッカーが作ったプログラムなんだよね。え、僕たち人間に作られた？どうしたの？私デジモンに受けるようなギャグ言った？言ったよねえ。うん、言った言った。人間が僕たちを作ったって。え、違うの？ノギー、やめてよ。そんなわけ、僕たちちゃんと生きてるよ。ほら、見ればわかるでしょ。うん、ちゃんと生きてるって気がする。私たちと同じに。うん。あのね、ノギア、俺たちは人間の世界とは違う世界から来たんだよ。違う世界？デジタルワールドっていう世界だよ。デジタルワールド？僕たちデジモンが住むデジタルワールドと人間の世界は普通はつながっていないんだけど、何かが起きて2つの世界が時々つながってしまうみたいなんだ。だからたくさんのデジモンがこっちの世界に迷い込んじゃっているんだ。さっきの怖い人たちはそういうデジモンを捕まえて無理やり命令したりして使っているんだよ。僕たちはデジタル空間でしか存在できない。でも人間の世界のデジタル空間はほとんどが人間の手で作られたものだし、そういう意味では人間が作ったプログラムと見分けがつかないかもしれないな。どう？わかった？わかった。なるほど。君、いや、僕とガブモンは違うよ。僕たちは自分の意志でこの世界でやるべきことがあるんだ。やるべきこと？それって何？それは、あれ言っちゃいけない系だった？もしかして世界征服系の？そうじゃなくて、どうしても思い出せないんだ。え？とても大切なことだったはずなのに。俺たちは何をするためにこの世界へ来たんだろう。アグモン、ガブン、大丈夫大丈夫だって。そのうち思い出せるって。うん、っていうか私が手伝う。思い出せるまで一緒に頑張ろう。依頼は無事完了したようだな。ご苦労だった。と、本来ならば事務所に返してコーヒーをご馳走してねぎらいたいところだが。
直ちに新宿へ向かってほしい。新宿で怪事件が発生したようだ。君の目で確認してきてくれないか。警察が本格的に動き出す前にな。頼んだぞ。聞こえてたよ。すぐに行かなきゃいけない。ありがとう。君がいなかったらこの子たちを助けられなかった。なんだか大変そうだけど君も頑張ってね。私も頑張るからさ。